6000系6109階に設置されている西部、スマイルビジョン西部3万系の西部スマイルビジョン西部、スマイルビジョンは西部鉄道のデジタルサイネージを用いた動画社内広告の総称。略称はスマイルビジョン。車内の乗客用ドアの客室側上部に設置されている。スマイルビジョンは西部3万系電車に車内案内表示 STVS 用として、 15から17インチの液晶ディスプレイ2台が設置された。東急電鉄の特区ビジョンなどと同様に音声は流れない。システム装置及びディスプレイ画面はともに三菱電機製でデジタル電装の DVD レベルの高画質として見やすさの向上を図っている。なお、西武鉄道では自社グループに広告代理店を持っていない。2台のうち左側は 動画広告用画面で企業などのコマーシャルが放映される。基本的には西部グループに関するものや秩父、西部園遊園地などの西部沿線観光情報が中心である。この動画広告は主要駅に設置された高速無線通信から書く車両へ配信している。かつては西部鉄道で車内広告とともに展開していたケロロ軍曹や 妖怪ウォッチとのコラボレーションによるマナー CM も放送されていた。西武鉄道グループとコラボレーションしたアニメの CM を流すこともある。右側は運行情報用画面で列車種別、行き先、停車駅、現在位置、乗り換え、所要時間目安、扉開閉予告、駅設備案内、自車線運行状況、急停車注意案内、車内マナー案内など、 様々な情報を表示することができる。2009年4月頃から、秩父鉄道、東京地下鉄、多摩都市モノレール、東武鉄道、東京都交通局、東日本旅客鉄道の運行状況を表示できるようになった。同時に、自社線での振り替輸送実施時には、その案内を表示する。これらの情報は、フォーマ回線を使用したい無理な情報を提供することができる。 また、実際の運行情報と異なるものを表示した時など、画面の表示トラブル時には、発生時は、西武鉄道のコーポレートマークのみを表示する。2009年度の事業計画では、新たに6000系をリニューアルする際にスマイルビジョンを設置する計画が発表され、同年度から2015年度にかけて、西武新宿線所属編成を除く、全編成に設置された。 東京メトロ副都心線を経由しての東急東横線や港未来線への直通運転開始を前にロムが順次更新され東横線、港未来線への直通に対応した画面に更新されている。あとに西武3万軽電車のロムについても同様に更新されている。ありがとうございます。